教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとして、フリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも、正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、それでは、インプットアウトプットをお話しさせていただきます。私は今回、子どもの社内における熱中症について調べてみました。先日、茨城県のつくば市でも子どもがこの車両内に置き去りにされてしまって、その死亡してしまうっていう事故があったと思うんですけれども、毎年やっぱりそういう事故は後を絶たないそうなので、ちょっと怖いなと思って調べてみました。まず子どもはやっぱり大人と比べて、その体温の調節する機能がまだ未発達だそうなので、熱中症にもかかりやすくなってしまっているそうです。JAF が行った実験がありまして、いろんな条件があるんですけど、何もその日よけとかをしていない車で、その外装が白い車、あと外装が黒い車、あとはその日よけをしたりエアコンをしたりっていういろんな条件でやった実験があるみたいなんですけれども、外気温が35度の時に何も対策をしていない白い車なんですけれども、エアコンを切って5分経つと、もうその車内の温度がもう10度も高くなってしまうそうです。最終的にその車内の温度が50度を超えるというふうに言われていて、とても危険というふうに書かれていました。また同じ条件でもその黒い車の方が温度が高くなってしまうそうです。白い車と比べて10度ほど高くなってしまうという実験結果がありまして、黒い方がやっぱりその熱を吸収しやすいそうで、車内もあとカーシェルフのところがやっぱり一番熱くなってしまうというふうに書かれていました。一般的には30度を超えると熱中症が重症化してしまうリスクが高くなってしまうというふうに言われているので、この結果はすごく危険、その車内に子どもをこう置き去りにするっていうのは短い時間でもすごく危険というふうに分かった実験だったそうです。またもう一つその JAF の実験であったんですけれども、その日陰に車を止めると思うんですけれども、日陰に止めたとしても、その日向に止めた時とは7度ほどしか温度が変わらないそうなんです。なので、その日陰に止めたから大丈夫っていうのはないそうなので、そこもちょっと日陰だったらやっぱ大丈夫かなってやっぱちょっと思ってしまう部分もあると思うんですけど、日陰に止めても温度が高くなってしまって危険っていうふうに言われていました。また8月ある年の8月の1ヶ月の中で、その鍵を車内に置いたままにしてしまって、その JAF に電話をするっていう、そういう事故も1ヶ月でやっぱ結構200件ほどあったみたいで、それもやっぱその緊急になっちゃうと、やっぱ窓ガラスを割ったりしなきゃいけなかったり、すごく緊急性が高くなってしまうので、そういうのも注意が必要というふうに言われていました。やっぱ短い時間だったら大丈夫かなって思ってしまう部分もあるとは思うんですけれども、その短い時間だったら大丈夫っていう、そのなんていうんですかね、気持ちから子どもを危険にさらしてしまうっていうことが分かったので、とても勉強になりましたし、これからこういった悲しい事故が少なくなるといいなというふうに感じました。これで発表を終わりにします。ありがとうございました。